18歳から成人っていう話題が怖いよね。騙される子出そうだよね。15歳未満は無理っていうのは妥当。何かあった時に責任は僕は取りますよ。でも嫌な思いするのはあなたですよ。そのことが原因で学校行けなくなっちゃったりとかするかもしれないよ。はい、こんにちは。学部じゃねえや。はい、こんにちは。アマチュアクリニックの院長、ドラゴン細です。はい、アマチュアクリニックの翔崎です。形成外科専門の赤峰です。はい、今日のテーマは10代の美容整形について。10代。ああ、まあ今4月でね、うん、3月かなり来ましたよね。そうね、多かったね。そうですね、うん、親御さんと一緒に来られる16歳、7歳たまにいらっしゃるんですけどね。もっと早くもいるよね。いますね。そうですね、そうですね、一応成人がね、こう見直しになって、なんか18歳から成人っていう話題があってですね、何なんですか、本気でわからないですよね。多分選挙権の話ということで、まあ成人が引き下げられたんですが、うちのクリニックの方針としては後期なので、うん、たちまでは一応親御さんの、まあ、承諾書を必要としようかなみたいな感じで、ね、そうだね、うん、成人年齢が引き下げになったので、今の18歳がいきなりこう成熟するわけじゃないですから、はいはいはい、そうリスク管理はやっぱりねしなきゃいけないと思いますよね。うん、さすがにね。ていうか自分が18歳の頃を考えた時にほぼ猿、ほぼ猿だね。人間ではないです。人間じゃないね。18歳でもローンとか組めるようになっちゃうの？医療ローンとかが OK になるんですよ。 OK なんだよ、はい。怖いですよね。怖いよね、はい、そんな能力ないですよね。騙される子出そうだよね、うんうん、自分である程度該当できる能力だったりとか、うん、そういうスキルを持ってるっていう人が一応成人かなっていうかね。まあ、はい、そうですよね。責任取れるある程度はっていう、うん、18歳だとまだね高校出たばっかでまだ何のスキルもない状態。カウンセリングに来るとまあ大人びてる子はたくさんいるんで、うん、性格的に大人びてても金銭的に大人びることはできないと思うんですよ、はい、一部の中卒で働いてる人とかは別として、うん、社会人としての経験がない状態ちょっと怖い、ね、大学生とかになればね、そのバイトとかでやっぱり社会経験が、うん、まあ、積まれていくと思うんでいいと思うんですけどね、うん、実際カウンセリング来たらどうするんですか。親御さんが一緒の時はね、やっぱり一応平等に話してます、はい、今の若い子みんな結構調べてるんですよね、はい、大人顔負けのこうなんかプレゼンテーションする子っているんですよ、うん、もうそういう子たちはもう大人の女性として扱ってお話します、うん、とはいえ、まあ、やっぱりね、あのお母さんのことはやっぱり大事にしなきゃいけない。お母さん心配だからついてきてる、はいはいはい、基本的には。岡村先生、そうですね、まあ、やっぱり親御さんと一緒に生きてる方がほとんどなので、一緒に同じあの話しながらそれでちゃんとお母さんの、まあ、了承をしっかり一緒に取り入れるっていうのは、まあ、大切にしてますね、うん、進める施術がちょっと控えめになりがちかなと思いますね。そうですね、全切開いきなり進めるというよりは、まあ、一回前歯、そうか、ね、中隔延長というよりは一回鼻ヒアルロン酸とか、うん、そうです、掘り返しのつくもので提案するっていうのはやっぱり必要になってくるんですかね。本当に戻せる施術っていうのは一つのまあ基本ですけどね、はいはい、好みが変わりますから。18歳の時の趣味と、ね、10年後28歳の時の趣味が同じな人っていないと思うんですよ、ね、うん、それは相当、うん、相当だよね。そうです。それはないね。確かにものすごい噛み合わせが悪くてルフォーをやるとか、うん、そういうのはまた保険要素が入ってくるんで、そうですね、まあいいと思うんですけど、鼻が低いから鼻中隔延長をフルスイングでやりたいみたいな、16歳とか来たらどうしますか。それはさすがに断りますよね。形変わるからって言っちゃいますね。そうですね、ちょっと分かんないの。単純に鼻中隔延長しましたよと、鼻が成長していくにつれてどうなるんだろうっていう、まあそうですね、実証したペーパーって論文ってないので、うん、どうなっていくのかなって気がするんですけど、うん、とはいえ高校生の頃の自分の趣味に比べてみると、ね、明らかにやっぱ20年で鼻でかくなってるんですよね。ああ、そうですね、そうそう、はいはい、やっぱ華麗なんだなっていう、はい、軟骨自体もやっぱり17、8ぐらいまでは成長するって言いますもん、うん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 、細井先生はちなみに昔から鼻高かったんですか。そうですね、生まれた時から生まれた時からギュンギュンだって。なんならまあ多分生前から高い。生前から高い、はい、ああなるほどね。かなと思っちゃう部分もあるんですけどね。16歳とか高校2、3年生でもう鼻ぺっちゃんこで、5年後来たら間違いなく鼻中隔延長を押すんだけど、今じゃないよね。いやけどね、本人はもうかなりね大人びてるから、まあ、しかも可愛くなるんだったら早いうちに可愛くなった方がそれは得することが多いに決まってるんですよ ね。それはよくわかるんですよね。親御さんもなんか忍びない顔してるんですよね。実は私と同じ鼻でみたいな。それよく聞く。そうっすね。すごい気持ちはわかるというか、ちょっとこうね、お見つめたような顔してくるお母さんも実はいるんですよね。そうですね、うん、そうだね、やってあげるよと言いたくなるんだけれども、難しい問題ですよね。6軟骨使ってたりする鼻中隔延長。いや絶対しないですね、若い子に。けど高進行外列の子にはやるわけですよ。やる、まあ、それは難しい、そうですね、めちゃくちゃ難しいよね。まあ、確かに難しいんですけどね。高進列とかでも鼻修正とかをやる方は大体やっぱもう18超えてる人とかね。そうです、修正するのは、うん、それは問題の、結構じゃギリギリで攻めると、はい、シリコンバッグだったら入れる、
いや待ってね、そんな高校生が巨乳になっちゃダメでしょ。いたの、これが実は。確かに考えてみるとシリコンバッグは元に戻せる術式なんだよ、ね、まあ確かにね、はい、結局まだ大きくなるからって言って断ったんですよ僕は、はい、でも今思うと入れてもよかったのかなちょっと思うんですよね。まあヒアルで一旦逃げますかねそこは ねじゃあバッグね高校生に入れるかっていうと、いやでもそれですプールとか行ってなんか包茎女とか言われたりしたらめちゃくちゃかわいそうですね。まあそうですよね。 それで学校に行けてないんですとか言われるとね、そうなのいやちょっと待ってくれみたいなね見た目気にしちゃって学校行けなくなっちゃうことって意外といるみたいなんですよ、ね、いやめちゃいるでしょうね、やっぱりその多感な時期なんだね、はい、そうだよね、うん、やっぱイメージレベルが高すぎますよ ね、 やっぱりね、それはそうかもしれない。しかもほらテレビじゃないこうなんか憧れのこうインスタグラマーとかみんな加工バリバリじゃない。まあそうですね、加工ですから、ね、なんで私はこんなになんか普通の顔なんだって思っちゃうかもしれない。当たり前やってリアルだからね。確かに確かに。なのでまあ10代の方ね、もちろん見られてる方もいらっしゃると思いますし、まあ整形しようかなと思ってる人もいると思うんですけど、うん、上原先生がねなんか中学生は私絶対やりませんってツイートしてた。あツイートしたね。15歳以下はもうまずもうカウンセリングの時点で受けませんみたいな、うん、確かに中学生はちょっと早いかなみたいなね。ちょっとね、うん、15歳未満は無理っていうのはまあ別に妥当だとかな、まあ、高校生で、まあ、親御さんとの関係性とか、うん、確かにこれはちょっとかわいそうみたいな時に限り親御さんとタッグを組んで頑張るみたいなぐらいの感じかな、はい、それ以外はプチ整形っていう感じだよね、まあ、そうですね、はい、まあそんな感じの方針ですかね、うちのクリニックはね、うん、ダメっていうわけじゃないんですけどね、うん、まあ、基本は避けたいよねっていう。そうですね、なんかトラブルあった時に本人だけじゃなくて親御さんとか家族絡みで ね、 そ、 うだね、まあ、そのトラブルって認識しちゃうことがやっぱ一番恐ろしいですし、うんうんうん、そんならやんなきゃよかったってお互いになっちゃうから、うやんなきゃよかったって一番不幸なんだよね、お互いにとって。お互いちょっと近くないですね。やんなきゃよかったってなっても大丈夫ぐらいの信頼関係築けてれば、うん、まあ、まだいいとは思うんですけどね。パーセントミスがなければねいいんですけど、そういうわけでもいかないですね。そういう行為だからこれはね、うん、サービスサービスとはいえ、よく患者さんに言うのは何かあった時に責任は僕が取りますよ、でも嫌な思いするのはあなたですよっていうことを言うんですよね、うん、はいはいはい、どんなトラブルを起こすかわからないし、それはそのトラブルはゼロにならないから、うん、そうそう、やっぱあなた自身が嫌な思いしたりとか、そのことが原因で学校行けなくなっちゃったりとかするかもしれないよと、うん、っていう方を一応してます。そうですよね。まあ鼻とかね、うん、やってもまあ基本何もないんですけど、うん、それがねたまたまこの一例で当たる可能性がゼロじゃない。そう、怖いですよね、確かに。はい、じゃあそんな感じで10代の整形について、はい、僕ら3人のドクターの意見でした。じゃあ皆さんバイバイ、はい、ご視聴ありがとうございます。当院天空クリニックのインスタグラム、ドラゴン細いのインスタグラム、私塩崎のインスタグラム、僕赤峰のインスタグラム、ぜひフォローの方よろしくお願いします。インスタグラムでは質問にお答えしたり、お知らせなどを随時配信しております。おすすめ動画とチャンネル登録はこちら。バイバーイ。